こんにちは。今日はトスコアさんの長寿版とソウソウさんのね、プレゼントしていただいたちょっと個性的な半襟ですね。あ、手ぬぐいなんですけどね。そしてキッペの鈴島ですね。麻と綿、ちょっとしっかりとした重さはしっかりある生地です。針もあります。この間初めて洗濯機でゴロン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 洗ったんですけどね。まあ強いですねこの子は。もともと強そうな感じしてたけど、洗った感じ、あ、この子強い子だね、多分持つねって思いながら干してました。麻がちょっとちゃんとしたガチッとした麻が入ってるからかな。まあよくわかんないですけどね、感覚的に強そうな生地だなと思ったんですけど、まあ、その感覚は多分正しいでしょうね。今日はね、石川県ね、フエン現象だって。白山連峰とかね、あの富山もそうなんだけど、立山連峰とかねから、あの山から吹き下ろす湿気を帯びた熱風が、吹き荒れる日だそうですということで、いきなりですが30度近くなるんだって。まあ実際今ね、ほんと外は熱風ですね。ブオホって言っとるけど、風強くて。それでもまあ小松の方はね、まだ息できる。こういう日はね、もう金沢市内は行かん方がいいよっていうぐらい、もう気持ち悪いぐらい熱風で覆われるの。盆地だからね、金沢の市内の方は。結構気持ち悪くなるんだよ。片町のあたりとか一番空気がこもるからね。東茶屋街の方へ行くと結構風が通って割にね夜涼しいんだけど、あ、今日これつけてみようと思います。自分で適当に作ったやつですが、打ってるやつにあれですよ、あのマジックテープを留めただけなんですけど、絶対熱くなったら使ってやろうと思ってたんで、今使わずにいつ使うんだみたいな。お、ナウシカみたい、ね、そう思ってね使ったんだけど、いつもねパシってしてるから、やっぱちょっと不安ね、ふわふわしとるね。しょうがないかな。うん、シワ取れたね。どうしてもね、結び目がね熱くなるんだよね、お腹のとこのね、まあ、背中も熱くなるんですけどね。これがしっかりついて安定してくれるといいんだけどね。はい、今日はこちらの帯にしたよ。青を入れたくてね。これなーに、西村織物さんの、魔剣、博多の一重で、麻と絹の新商品の
涼しい帯です。おお、張りが半端ねえ。最初の帯ってさ、てこずらんけ、うまいこと自分の擦れる位置がわからんくって。懐かしいな。私はね、博多の帯ばかりをつけているけど、西村さんとこのは使ったことがないんです。高いからね。高くて、まあ素敵なデザインなんだけど、冬場はそんなにいいかなと思ってたんですけど、やっぱり夏の涼しさはお金を出さないと解決できない問題も世の中にはありまして、普通に売ってる麻生地とかの半幅帯は今幅がね、17センチ、18センチとでかかったり、メーター数も長かったり、その点博多はね、安定してますよね。15、6センチ、15センチぐらいかな、収まってるんで。いつもの幅って大事やからね。で、今日は試しでつけてみようと思ったの、一重帯。ちょっと早いけど、帯はね、暑く感じるからね。急に暑い、フェーン現象の時とか、特に帯暑く感じるよね。で、まあ、夜仕事だっていうのもあって、ちょっと使ってみよう。ああ、でも、一重でこれだけ形がしっかりできるって、すごいね、やっぱり。詰まってんだね。はい。あら、バラバラに説明になっちゃった。紫の帯締めにしたよ。枯れてる色だね。枯れてる色。そう。枯れてる色って言ってたな、プチギー。ふふふ。はい、そうなんです。枯れてる色です。ですね、ちょっと襟元に合わせたくて、紫をポイントで今日使おうかなって思ったの。すごいね、一重でこんだけ張りがあるなんてすげえな。ね、東屋さんに行った時たまたま入ってきたんだよね、この今あるのかな。ないだろうね、多分ね、売り切れて。男性ものもあったんだよ、その時は。おほー、同様同様、この感じ。はい。ああ、フェーン現象に負けねえぜって感じの涼しめな。はい、ちょっと青がポイント。紫、そして青、紫、黄色は無視かいみたいな感じですが、無視だ。そして紫の足元になっております。下駄履いたら青だしね。また青入っちゃうね。はい、それでは今日はフェーン現象で石川県暑いですが、初夏の暑さ対策で過ごしてみたいと思います。どうなるかな。皆様良い一日を。ぬちゃんお部屋でいいの？ぬちゃんお部屋でいいの？今日は久しぶりのお天気だね、はっこん。
気持ちいいの風が入って気持ちいいの鼻がテカテカ、あーいい風入るね。はっくんは、かわいいね、うん、テカテカいいね、気持ちくて。あんなに雪深かったちょっと前までのね景色と打って変わって、こんな、はい、肩上げようか、はい、爽やかな風が通る景色になったね。あっちに日が沈みます、海の方。今回は夕日で真っ赤になるんだよね、海がね。こっちは白山ですね。うん、超田舎、いい感じやね。気持ちいい風に日向ぼっこと風浴びをして楽しんでます。うん、気持ちいいね。うん、かわいい、超かわいい。なんでお家におるの、ののちゃん。